で燃え上がってるんですよ。まもなく斜め左方向に、その辺ずっと乗ってたもんだよ。足りないからカメラ貼ってる。足りない、まだ足りないみたいですね。寝室の話してください。そうそう、寝室の話。私は女子と一緒に泊まったっていうのはもう本当におにゃんこの時のツアーでしか泊まったことがなくって、どのタイミングで一人ずつお風呂に入り寝静まっていくんだろうって気になる。ベッドの位置はじゃんけん、あれでもどっちでもよくてそう、そしたらリサちゃんが今時は選んでくれたんだっけ。そうね、自然にこう、ああなるほどなるほど、そういうのだってあるじゃない。荷物どこ置きますとか、そうそうそう、お風呂もそうですよね。そう、自然とのアイコンタクト、なんとなくなんとなくね、もう陣地みたいな、陣地を作りました。あ、なるほど。それがさ、合わない人とは住まれないでしょ。確かに。で、そのお風呂の時間だったり、なんか自分の逆算ってあるじゃん。この時間にあの行かなきゃいけないと思ったら、あ、このぐらいの時間で自分の用を渡すっていう風にして動いてるけど、一緒にだと先に行ってもらう、うん、後にするみたいな。だって朝の準備もそうじゃないですか、それって。だからどっちかが早く起きてメイクをしないと。そう、だからそれってじゃんけん、年の子。私いつも旅行は1時間半くらい準備朝したいから、うん、で、新国制で大体私より後で新国制してくれる、あの大丈夫みたいで、お、大体一番にシャワー入る。そうだよね、でもそうじゃないと被っちゃう。そうですよね、だからすごい大変だろうなと思って。そんなこんなで、はい、到着しました。サービスエリアに、友部のサービスエリアです。はい、すごいよ。これはちょっとテンション上がる。めっちゃ楽しそう。この納豆。朝納豆食べてて美味しかったよ。あまりネバネバがないの。これだ、これこれ。ありました。あった。これはね、昨日ね、はい、水戸の新世界の方にお勧めいただいたそぼろ納豆っていうのがおすすめだった。出来越し大根入り。キムチ味、切り干し大根入りだけど、キムチ味、ご飯進むくん、めっちゃうまそう。これいいんだ、これすごい、普通の鳥トラメ、すごい、1,2,3,4、すごい、すごい、すごいね、これでもさ、日が当たってるから熱くないの、あれ、何すごいね、当たり前見てる気がする。もうずっといましたみたいな。人生がおっとっとです。あ、人生がおっとっと、うまい。あなたはそんなことで笑ってくれてありがとう。スズメが、あ、今危ない、危ない、押したかと思っちゃった。そうです、ミネさんが背中持つなんて、今ちょっと押しながら、トモベの奇跡ですね。投稿してくださいみたいなことなんでしょうね。はい。ということで、これから、お食事とお買い物を楽しみたいと思います。楽しそうだね。わーお。何時間待ちとかっていうレベルになります。
道の駅上層についてまずはお昼ご飯。いきなり大行列という。行列皆さん並んでますよ。並べるんですか。いただきます。みんなのメニューは何でしょう。すごいね。これは、いいね、低用。昨日聞いたらこれこうやってやってって言われたけどできないよね。これ開けるんだよ、みたいな。アポペン。何ペンですか。アポペン。ナトペン。すごい。ケモに置いちゃってください。いいですか。甘栗はね、夫婦と夫婦が目立ってからつくね。まるで僕たちみたいな甘栗夫婦です。あれ、甘栗の口が閉じた。先生、笑顔待ってます。笑顔。お家に帰ったら一回やってみようね。うちの乾物類と冷蔵庫が何日で全部なくなるか。あ、なくなるわけないじゃん。いや、あの追加のすぐ追加なし、買い物なしっていうので、うちはなんかとにかく常に残りをするから。そうですよね。ただお肉とお魚もないからメインだけを足さなきゃいけないけど、今あるやつを全部使い切っていくってやつ。まずスイカを2玉食べきってもらわないといけない。それ冷蔵庫ないじゃん。だって家にある食材だから。あ、まあ、そう切ったらだって冷蔵庫もパンパンになっちゃう。今日も買うから今日のやつも買える。結構今日は合いそうですよね。今日いろんなものがご飯になりますね。はい、あ、はい、そうです。お姉さんですか。行きまーす。3、2、1。いいの？どうだろう。出たぞ。ぜひ。これを持ってたら私どうも。めっちゃ安い。この上もらっていこうかな、じゃあ。はい、かしこまりました。ありがとうございます。はい、さあ、長い道のりでしたが。ベーナスだからお味噌で輪切りにして。トマリも大好きなんです。じゃあこれいきます。でかベーナスだから。あ、そういう大きい種類なんですね。2つ肥料や農薬を使わない。ここに農薬。これ白いナス。え、そうじゃないですか。あ、ナス、白いナスだ。ここにまた何があるこれも買ってってみようか。食べ比べする。君がこそご飯何個かけばいいかな、今日。なんすか、大関そばって美味しそうじゃない。横綱がありますよ。あ、本当だ。横綱の方がちょっと太いですね。だから太さが違う、太さで変わるんですね。どうなんですか。でももう確かにもうちょっと細いでしょ。でもないです。次小結びそば。小結びそば、はい、大関そば、月見そばとかで食べれそうですね。卵と合わせて。卵のオクラどう。あ、
ネバ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 で蕎麦まだ食べようとしてる。あ、そうだね。あ、それいけるじゃん。全部合うじゃないですか。ね、とりあえずそれでいきましょう。はい。たくさんです。何もない。空っぽ。え、売り切れですか。おい、売り切れちゃってる。みなさんといえば、はい、どこのインター行ってもメロンパン買うからね。確かに海老名でも買ってましたね。終わりました。外通り回りましたね。回りましたね。ただ残念なことに、はい、メロンの可愛らしいソフトクリームとかが買えませんでした。並んでいてかなり行列で、はい、ということで移動して違うソフトクリーム食べたいと思います。ソフトクリームは決まってるんですね。決まってたの。でもお買い物いっぱいしたでしょ。お野菜もしたし、お肉も、お肉も買ったし、卵もいっぱい買ったんで、はい、今日の夜は卵かけご飯でお腹いっぱいにしてもらいたいと思います。はい、ナスが、あの、お味噌でね。ああ、そうですね、確かに。ナスコです。あ、解明しますか。リンゴもありますんで、リンゴ眺めながら帰っていきましょう。みんなリンゴを食べてから。行っちゃった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 。ミネさんに気づかれてる方がたくさんいらっしゃって、はい、ありがとうございました。はい、お肉屋さんの赤いお姉さんがね、そうですね、ミネさんですか。ね、ありがとうございます。パン屋さんどこにあったっけ？この中の入り口のとこ。ちょっとだけ寄ってもいいですか、皆さん荷物を。道の駅の真隣ですけど。このパンもちょっと見てみよう。それ何ですか。とりあえずコリかなと思って。もっと買ってみる。じゃあお姉さんの引き立てなんで。はい、もっと買ってみる。すごい、同じもの3つ分です。すっごい、見てほら、めっちゃいいよ。はい、あ、匂ってきます。すごい、すごいチーズ。もうチーズじゃないですか、うん、これ出来たてですか。うん、出来たなと思います。いきます。3、2、1。